今回の動画は初めてのカホンの2本目ということで、1本目は低い音と高い音の練習をしましたけれども、2本目の動画では実際にリズムを作っていく練習をしていきます。ちょっくらゴーストノートっていう動作がね、入ってくることによってすごい難しくなるんですけれども、一気になんかこうカホンっぽくなってくるので、ちょっと楽しんでやっていただければという感じです。それではまずゴーストノートから練習してみましょう。ゴーストノート、ゴーストノートとは何かというと、あるかないか、あるのかないのか分かんないぐらい本当に小さな音という感じです。ゴーストノート、まるで幽霊のようにいるのかいないのか分からないぐらいの音という感じでございます。ゴーストノート、いるのかいないのか分からないぐらい、本当にこんなんです。まあ実際落としてるけどね実際落としてるけども、本当にちっちゃくちっちゃく音を出すということです。このゴーストノートを右手と左手で交互に、ゴーストノートで叩いてみましょう。こんな感じ。右手と左手を交互に、端っこの方で大丈夫です。この隅っこの方を軽く叩いて、ゴーストの音を鳴らしていきます。右手発進で右手からスタートしていきましょう。こんな感じ。1E エンダー、2E エンダー、3E エンダー、4E エンダー、1E エンダー、2E エンダー、3E エンダー、4E エンダー。そうですね、1E エンダー、1E アンド、あ、1E エンダー。最初の1の時は右手からスタートします。1E エンダー、1E 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 エンダー。今僕これ、わかりやすいように、1E エンダー、アクセントつけてますけども、実際はアクセントつけずに、1E エンダー、2E エンダー、3E エンダー、4E エンダー、1E エンダーって感じです。まずこれを練習しましょう。1E エンダー、1E 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 エンダー。いきますでしょうか。もうめちゃめちゃリラックスして、肩の力、腰の力、肘の力、手首の力、すべてを抜いて、指先だけでポッ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 と、ゴーストの音を叩いていきます。1E エンダー、1E 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 エンダー。そして、1の時は右手からスタート。ワンエンダ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 。うまくできないという方は口に出しながら練習してみましょう。タカ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 。これすごく大事なところでございまして、手でこれからリズムをいろいろ作っていくんですけども、手でリズムを作る前にその口でそのリズムを表現できないと叩けるわけがないって感じなんですよ。叩けるわけがないんですよ。口である程度表現できて、こんな感じのリズムを叩くんだぞっていうイメージが頭の中にできてないと、手で演奏しようとしたところで絶対こんがらがったりしますね。なのでこれから、ちょっとリズムを練習するときは少し口ずさみながらやってみるのも全然ありです。今回の場合だったらまずタカ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 と叩いていきます。交互、逆にならないように気をつけてください。右手からです。タカ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 。やってみましょう。タカ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 。ワインエンダ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 。慣れてきたらちょっと早めにやってみましょうか。早めに、早いテンポで1E エンダなかなかね、この右手と左手が噛み合わなくてみたいな感じになっちゃったりとかすると思うんですけども、できるだけ力を抜いて軽く、手を交互に振る。そんな感じでリラックスして練習していただくと良いかと思います。ある程度早ければ OK なので、大体このぐらいかな。タカ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 くらい、もし余裕があればどんどん速くしちゃっても大丈夫です。もし余裕がなければもっと遅くても大丈夫です。とりあえずこのぐらいの速度を目安としてずっとタカ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 続けられるように練習してみてください。これがゴーストノートです。ゴーストノート。
このゴーストノート、ずっと今ワンエンダー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 と叩いてますけども、このワンの時に低い音をかましていきます。こんな感じやってみますよ。ワンエンダーワンエンダーファーストワンエンダーワンエンダー、ツーエンダー、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 ワンエンダー、ツーエンダー。ちょっとゆっくりいきましょうか。ワンの時に低い方にいて、その他は全部ゴーストです。ワンエンダー、ツーエンダー、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 ワンエンダー、ツーエンダー。どうでしょう。ワンエンダー、ツーエンダー、ワンエンダー、ツー。どうか。タカ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 タ